はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時45分ですね。6月は4日の日曜日でございまして、まったりしたい日曜日、日も照っておりまして、この部屋は24度ですね。千代田区は今出てません。これ出たり出なかったりするんです、この表紙。ようわからんね、ほんまに。行きましょう。連合ニュースというですね、お隣さんの通信社ですね、のサイトはご丁寧に日本語を作ってました。日本語、ハングル、イングリッシュ、チョンエンって中国語ですね。これは何語やろ、アラビア語かな、タイ語かな、エスパニョールってのはスペイン語で、フランセスかな。フランス語も、いや、よう作るわ。日本の時事通信社のサイトは、これ英語あるんかな。時事通信社、ないんですよね。本もあったりして。いや、一番下にあるのかな。昔ヤフーにね、ヤフーに、アメリカヤフーに飛んでいけるボタンがあったんですけど、ね、今はないんですね。でよくアメリカヤフーに飛んでて、アメリカヤフーのニュース見てたんですけど、ね、ないですね。多分時事通信も英語サイトなしと。なんか朝日新聞にあるそうですね。あの慰安婦の訂正をですね、やれ10年ぐらい前でしょ、日本語ではやったけど英語でやってないというふうによく言われますけど、はい。まあ、その連合ニュースがですね、今日出た記事ですね、6月4日の9時5分、今朝ですから、まだ3時間は経っていない。韓中ですね、韓国の韓ですね、韓中国防省が会談、中国に建設的な役割求める。この韓国の韓をですね、韓って言うたりしますけど、日本語の読みに韓というのはございません。これは韓国語の読みが韓なんで、韓韓って言ってるんですよね。まあ、そのうち韓も正式な日本語の読みになるかもしれませんね。だから韓中国防省が会談と読めば一発音でもわかるんですね。でも日本語の音通りでいくと韓中になりますね。まあどうでもいい話ですけど、韓国のイ・ジョンソブ国防部長官っていうのは、あの国防大臣のことです。日本では防衛大臣ですね。3日、アジア安全保障会議、シャングリラ会合のため訪れたシンガポールで、中国の李尚福国務委員兼国防相と会談し、北朝鮮の非核化や朝鮮半島の平和安定に向け、中国が建設的な役割を果たすよう求めた。この韓国のこのイ・ジョンソプさんはですね、カッコでカタカナ書いてあるんですよ。だから私も読めるんですけどね。日本語で読みますと読めへんわ。李尚文でしょうかね、ようわからんですね。中国の李尚福さんっていうのは書いてないから、日本語でしか私は読めないですね。これ日本のねニュースサイトのルールとしてね、お隣さん人はですね、お隣さんの音で読んであげると、中国は日本の音で読むというわけわからんルールがあるんですけどね。漢字圏だけにこう存在する変な矛盾がございます。これは昔はね全部日本語で読んでたんですよ。だから僕なんかはあのキムデジュンっていう人がいるんですけど、後に大統領になった時にこのルールでキムデジュンって言ってるんですけど、日本からさらわれたことがあって、その時は金大中って言ってたんですね。僕は金大中を聞いてふーんと思って、いつからかですね、金大中のことをキムデジュンって言うようになった。それはなぜそうなったかというと、向こうから申し入れがあったそうなんです。音で読めとか言って、で向こうは音で呼んでるんですかね、日本人のことをですね。僕だと千原って言うんですけど、本名は、それを韓国風に言うとチェンウェンなんですね。で僕のことを千原って言ってくるのが、奴らの中でチェンウェンがっていうのがどっちなんでしょうね。多分でも千原なんでしょうね。もうなぜかというと、奴ら漢字読めませんからね。中国人はね、ほぼ同じ、チェンウェンって北京語やったかな。じゃあ忘れましたけど、中国人は完全に漢字読むんですよ、僕らのことをね。まあそれどうでもいい話ですけど、チェンウェンって北京語やってるような気がしますね。
僕の俊彦という本名の名前は、あの田原俊子と同じ字からスノンらしいんですね、あの韓国語では、うん、チェメンスノンやったかな、忘れました。これいい加減なですね、外国語知識でございます。すべてインチキで済ませるという。もうちょっといきますね。李長官は、記者団に対し、非常に意味のある建設的な対話が行われた。相互尊重と互恵をもとに両国関係を建設的に、まあ意味ないですね、会談したということですね。でここにですね、何の意味を見出すかといいますか、私は何を面白がるかといいますとですね、2、3日前のニュースでですね、アメリカのオースティン、国防長官、あれアフリカ系のごっつい人ですね、こんなでかい人ですね。あんまりあの人がですね、その立派なあの地位についているということで安心しますけど、そうでなくってですね、街角でですねジーンズでも履いてですね T シャツ着て歩いてたらちょっと読みたくないなって。なんか怖いですよね、ああいう風貌の方っていうのは。別にそのあれですけどね、その怖いことになるとは限りませんけど、なんとなく怖いやん、同じ祖生物として。なんかこの人はな、どう考えても絶対勝てへんやと思うでしょ。フィジカルに、まあいいんですけど、そのオースティン国防長官に等でがですね、中国のこの李国防相に対してですね、ちょっとお会いしましょうよって言ったら、嫌やって言われたんです。嫌やって言われて、パーティーかなんかで握手して挨拶程度はしたらそうなんですけど、もう結局このオースティンさんはこのリーさんと会談できなかったんですね。そのリー国防相、中国のですね、リー国防相がですね、韓国の国防部長官、それは対面ですね、自分の、カウンターパートとはですね、会談して、よし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 、北朝鮮大変やなと、お互い連絡取り合おうと言うてるわけです。このダブルスタンダードは何なんていうことですね。それで、会えない理由は、要はアメリカの敵対政策で、この前の G7 の会合は気に入らんとか言ってるわけですね、中国側ね。おったやん、韓国も。ユン・ソンネルおったやん。で、なんか、あれですやん、言うてるやん、対中国に対しても。言うてあと、署名してるやん、一応。なんで会うの。なんで会うかと言いますとですね、この中国はまだですね、韓国は元の小突き回せるあのポチに変わる可能性があると思ってるんですね。だから、およしよしやって、お前ら戻ってくるやったらか、もういつでも戻ってこいよって、小突き回したらさかいなって言うてるわけですね。そこがですね、中国の今の外交の苦しいところなんです。そんなお前らあの G7 に参加したやつらはみんな会わへんとかって言うたらですね、それはそれでいいんでしょうけど、そう言えないわけですね。ちなみにこの日本の浜田ですね、浜田防衛大臣も参加してまして、盛んにあっちゃこちゃで会合してますけど、中国の李さんと会ったという記事は未だに見ておりませんね。日本は会わへんけど、韓国はよし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 、こい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 ってやってるわけですね。非常にですね、今のですね、国際情勢を反映してるんではないかなと思います。で、まあ、中国の苦しさですね。で、韓国のですね、あれのなさですね。節操のなさですね。僕も会わへんとかで言うたらいいのに。ですね、今いじめられてますからね、韓国はね、中国に。これからもっとこういじめのカードをいっぱい出してこられるんちゃうんかなという気はします。でも、まあ、中国からしたらですね、サムソンとですね、SK ハイニックスにですね、アメリカのマイクロンが、から買わなくなった半導体を買わなあかんわけですから、仲良くしとかなあかんという事情もあるわけでございまして、それをアメリカはどういうふうに見ているのかっていうのはね、これからの展開で面白いですね。今、この米、中韓という米中韓ですか、アメリカ、中国、韓国のこの三角関係がですね、ちょっと外側にいる日本から見てると非常に面白い、ある意味楽しい。お互いどつき合ってるわけですけども、どつき合ってる狭間に韓国がいてイーってやってるわけですけど、その姿を見るのがですね、まあ、日本からしたらほぼ人ごとですからね、面白いやんということでございます。これからもですね、この手のニュースがありましたらですね、なるべく取り上げていきたいなと
というふうに思います、連合ニュースでございまして、この韓中国防省が会談と、まあ、ほんの、数行のニュースなんですけども、その奥側に見えてるですね、そういうせめぎ合いが面白いというお話でございました、このアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。